アートを見る意味っていうのは、他者、他人の考えを理解する行為だと思うんですね。私もその街づくりを多数手掛けているんですけど、一番難しいなと思うのが合意形成。私、街づくりって発行の過程とすごく似てるなとちょっと思ってまして、アートとかっていうのはそこの一つのアクセントで、それ入れるとまた味が変わるっていう。この20年間はアートと表現という意味で言うと、なんかアーティストの、表現する幅がすごくなんか広がっていく20年だったなと思ってます。で、自分が携わった話で言いますと、2018年にアーティストのチームラボと前職の立場で森ビルの立場として、お台場に世界最大規模のデジタルアートミュージアム、チームラボーダレスを作りました。で、あれもですね、アーティストが自分の作品を表現するときに、やっぱり最初に空間とか場所を手に入れないともう作品が作れないんですね。で、一方でデベロッパーとか場所を持っている立場から言いますと、今新しいプロジェクトを作っても全てのプロジェクトが似てきてしまう、同じようなプロジェクトになってしまう。その中でそこの場所に行かないと体験できない価値をどう作るかっていう時に、アーティストの力を借りてそこの空間で作品が完成するようなものを作る、その需要がマッチしてチームラボーダレスというのを作ることになりました。で、結果的に多くのお客様に来ていただくことになりまして、世界中から1年目に世界170カ国から230万人のお客様に来ていただくような、そういう大きなミュージアムになりました。で、あれもですね、さまざまなテクノロジーを使った表現になっていたりですとか、従来の、完成された絵を運んでくるレイアウトする美術館ではなくって、その空間そのものが作品体験になっているようなものを作り上げることによって、お客様からするとわざわざそこの場所に行かないと体験できない価値を作り出し、それによって東京ですとかその場所の魅力が高まって、場所を持っているビジネスサイトとしても、事業としても成功したと。で、結果的にはその街ですとか東京の魅力も上がることに少し貢献できたんじゃないかなというふうに思っています。で、この流れは、今チームラボの話だけを言いましたけれども、体験型のアートっていうのはすごく今流行っている状況があるかなと思います。社会とアートを接続するという意味で言うと、一つの手法なのかなと思っているというのが、この20年間起きた特に後半の出来事かなというふうに思って、それが印象にすごい強いところです。私はですね、杉山さん、橋本さんと違ってもともと IT エンジニアですので、街づくりからすごく遠いところからキャリアをスタートさせていて、そんな私が今こう街づくりに参加していることこそがこの20年の大きな変化なのかなと思っています。で、当時は今デジタルという言われ方しますけれども、その前は ICT、 IT、 インフォメーションテクノロジーと呼ばれていて、ほとんどの場合は企業様がお客様で、いかにこう効率を上げていくかであったりとか、自動化するかであったりとか、それによってコストを下げていくんだというようなお話であったりとか、スピードを高めていくんだという話であったり、いわゆるこう IT というのは機能的な価値を提供するために、存在するようなものだったのかなと思っています。で、それが今私も街づくりの方にですね、特に都市 OS という領域だったり、あるいはその観光 DX というような文脈で関わるようになってきているんですけれども、これがすごく面白い変化だなと思っています。IT が今本当に企業だけじゃなくて街の基盤としても使われるようになってきている。しかもスマートシティという言葉はありますけれども、単にこう、機能的な価値だけを追求するんではなくて、情緒的な価値の方にもこう染み出してきている。
私は実は PWC でメタバースコンサルティングというコンサルティングの立ち上げにも参画したんですけれども、まあ、メタバースなんかまさにそうだと思います。現実の社会を、まあ、拡張していく、まさにこう IT によって創作の場がまさにキャンパスから街に広がってきて、その街の今度はミラーワールドとしてのデジタル空間というのができてくる。でここをこうデジタルを使うことによってつないでいくことができる、すごく面白い変化なのかなと思っています。また時間軸というのもこれは副次的なものかもしれませんけれども、IT というものが強化したのかなと思っています。例えばこれまで観光というとやはり旅中ですよね。実際に現地をこう訪問している時だけ、体験できるもの、楽しめるものだったものが、これから IT によってですね、帰った後もその継続する体験みたいなものを感じ取っていくことができるかもしれない。例えば、現実に、ある街をですね、例えば東京、2回5回10回と訪問するたびにこうデジタルの世界で新しいような体験をこう手に入れるだけ、そんな設計もできていくのかなと思いますので、まさにこの辺りはですね、こうデジタルというものが街づくりであったり、あるいは街の中の体験を生み出すようなアート、あるいはデザインというのと今密接に結びついてきて、我々もこう街づくりの一員となれたのかなという、そんな実感を感じているところ。多分なんか私 の, 歩んだ道となんか皆さんの歩んだ道って全く違うところで、私はかなり土臭いところを歩いてきてるところがちょっとありまして、でこの20年というのはですね、私は鉄道会社なので、当社駅舎作ったりとか、それから電車運んだということで、1日100数十万人も電車運んでいます。それで20年間、お客さんとずっと対峙しながらこう見てきたという歴史の中 で実は街づくり入ってきたのがここ十数年で、やってます。その時の、最近、手掛けたのがこう下北線路街という、プロジェクトでございまして、そこは我々の鉄道の、地下化とですね、それから立体交差事業の2つの事業からで、電車が地下に埋もれた関係で上に上部利用にですね、2万7000平米の土地が下北を中心とした3駅がですね、地下になった関係で生まれた土地の開発なんですが、そこを住民のともにちょっと作ったんですが、その時にですね、今まで、ちょっと話を忘れましたが、鉄道会社ってあんまりアートからちょっと程遠い企業ではあったんですけど、そこの下北をやった時にですね、少しアートをやりたいなっていうのをやんないといけないなっていうのを感じたきっかけがちょっとございまして、我々はですね、ちょっとその下北沢をやってるとですね、少しその主体がですね、デベロッパーからだんだんこう地域プレイヤーに移行してきたんじゃないかなって感じをすごいしてまして、で我々はですね、その時下北線路街はですね、地域プレイヤーを支援する立場で、小田急はできるだけ主張しないという立場を、手掛けたんですね。そして、これからの街づくりっていうものは、住民とか地域プレイヤーにいかに委ねるかっていうところに行くんじゃないかって、ちょっと我々は仮説を立てたわけなんですが、その時にですね、住民の方々に、必要な要素というか、そういった街づくりに必要な要素っていうのは、ちょっと多様性だったり柔軟性で、必要なんじゃないかって、ちょっと私はちょっと感じたんですね。それは実はその下北線路街やってる時にコロナに突入しまして、一気に社会が変わりました。こういった変わる変化っていうのは今後もっと起きるだろうって、我々はそこでちょっと思いまして、より これからの街づくりっていうのは柔軟に対応し、それから多様な文化を受け入れていくっていうことで、それを常に変化していく、で余白を作りながら変化していこうっていうことをちょっと掲げました。その時に、ちょっと必要な、視点っていうのが何が必要なのかな、まちづくりやっていく必要な視点何かなっていった時に、ちょっとアートという切り口が出てきました。それは今私の20年間っていうのは、ちょっと固い会社から、なぜアートをやってる、この固い会社がアートをやり始めたかっていうちょっときっかけの話をちょっとさせてもらいました。まちづくりに今回これから必要なのっていうのは、ちょっとコミュニティシップってじゃないかってちょっと思ってまして、簡単に言うと帰属意識、町の帰属意識をどう高めるかっていうことがすごく大事かなと思ってます。で下北はですね、その帰属意識がすごい高くてですね、その関係で、その町づくりが住民とともにできたというところがございます。実は下北の町って、多様性の、走りというかですね、演劇やってる人、音楽やってる人、アートやってる人、みんなですね、実はそんなにみんな仲良くなくて、結構バラバラな町なんですね。
まあ、それが急に再開発反対ということで一体化したんですね。まあ、それっていうのは何かなって考えたときに、それは下北の帰属意識というか、あ、このままじゃ町が壊される、じゃあ町が壊されないためにはどうしたらいいんだっていうところでみんな立ち上がったっていうところですね。で町のこの反対運動が収まった瞬間にですね、みんなまたバラバラになって自分の好きなことをやってるっていうのがちょっと下北なんですね。まあ、その時に私は思ったのは、あ、こういう帰属意識をずっとこう維持していかないといけない、継続していかないといけないかなと思った時に、前はその再開発反対というネガティブな要素だったんですけど、今回はちょっと ポジティブなこの一体感、帰属意識をできないかなということで、まずは、このアートイベントということをきっかけにですね、少しみんなの帰属意識、あ、みんなでこう下北楽しんでるよなっていうような形で、下北でですねイベントを掲げたっていうのがありまして、私も橋本さんのおっしゃっているご意見にすごく賛同する部分があってですね、実は私もその街づくりを多数手掛けているんですけど、一番難しいなと思うのが合意形成っていう部分なんですよね。やはりそのどちらかというと、もっとこう住民の方の情緒的価値というか感情みたいなところが合意には重要になってくると。共同主観という言葉も使われますけれども、こう大橋の中にあっても共通の価値観みたいなものを持っているかというと、これが非常に日本の都市は低いと。で、実はこう見渡してみますと、もう今や大都市はどこに行っても同じようなこう、例えばファッションブランドさんが店を構えていて、まあ、同じようなこうファストフードさんがあってですね、どこの街も同じような景色で、まあ、同じような体感が体験がですね得られるような状況になっている中、私たちの街のそのいわゆる特徴って何だろうとか、私たちの街らしさって何だろうみたいな部分がすごく欠如してるんじゃないかってことに気づかされる機会が多くあります。で、実は我々企業様をご支援するときにコーポレントアイデンティティみたいなことをお話しするわけですよね。あるいは、企業としてのこうパーパスだったりとかミッションビジョンみたいなお話をするんですが、やはり街も同じであるべきだと思っていて、こう街のアイデンティティであったりブランドを形成するコアとなるものっていうのが必要なんじゃないか。で、私はこの一つの要素としてやはりアートというものがあるんじゃないかなと思っています。やはり先ほど橋本さんおっしゃられていたこう驚くほど自分の町のことを知らない、翻ってみると町のこの歴史であったりとか伝統であったりっていうところをですねご存じないケースって本当に多いというのは私も感じているんですが、そういったものを、住民の方がこう、自分事として捉えて興味を持って学んでいこうとするときに、学んでいてすごく楽しいであったり心が動かされるであったりとか、この美しいものが自分たちの誇りになっていくんだ、核としてアートというのは非常に重要じゃないかなと、そんな風に考えています。まずアートを見る意味っていう話と、都市つまり生活圏の中にアートがある理由っていう話をちょっと自分の考えとしてお話しさせていただくと、なんかまずアートを見る意味っていうのは、今のお話にあった通りなんかすごく世の中均質化されてるじゃないですか。まあ、その中でアートを見る意味っていうのは他者、他人の考えを理解する行為だと思うんですね。アートっていうのは誰か作る人が自分の価値観で自分の中に物差しを持っていて作っている作品 でそれの表現として作品がある。で、それを見る人はその作品を通じて作った人の考え方を理解する、そういうコミュニケーションだと思うんですよ。で、僕はこれは今の時代においてますます必要になってくると思っていて、 AI とかさまざまなものが効率化されていって最適解が求められている中で、やっぱり自分以外の他者の考え方をちゃんと理解して自分の考え方を持つ行為という意味はアートを通じてあるかなと思っています。やっぱり自分が普段生活している中に美術館があったりですとかブリックアートがあることによって、知らず知らずとして自分以外の他者の考え方をなんか理解したりとか新しい発見とか気づきがあるような、そういう空間があることでよりなんか都市の魅力も増しますし、そこで生活する人たちの、人間の本質みたいなものなんですかね、その喜びっていうか、その他者の理解考え方を理解して共に何かを生み出すようなこと、なんかそれにつながるような、すごく人間の本質が根底につながるような喜びを与えてくれることにつながっているんじゃないかなというふうに思っています。
会社の上司からもよく言われて、お前なんだアートやってるんだってよく言われるんですけど、あの実はあの下北沢開発やってた時にですね、まあ、いろんなコンサルタントに調査を依頼した経緯があったんですけど、まあ、ことごとく、その線路跡地の開発は NG が出てたんですね。で過去のいろんな実績で過去 の、そのデータを見ても、開発が NG って出てたんですね。まあ、その時に、実は私が担当なのが7年間ずっとあの塩漬け状態だったっていうのがありました。で そこを私が同じようにやってもですね、なかなかこう開発ができないので、じゃあ何しようかと思った時に、まあ、感覚に頼りながら、まあ、こんな感じでいけるだろうっていう、実はあまり根拠もなく、ちょっと自分の想像と妄想で、まあ、作っていったっていうところが、あの実は下北 の、まあ今のコンテンツになっているんですね。すごくその発想っていうのが自分なりにはちょっとアート的な、アートを見た時の鑑賞と同じかなっていうのをちょっと思ってまして、でアート見た時ってあんまり私理由って分かんなくて考えないで素で見ようと思うんですね。でそれは過去のあれとかっていうのはもちろんその作者っていうのは後でこう見たりはするものの、やっぱりその見たままをその場でどう感じるかっていう練習かなってちょっと自分は思っています。まあ、それがですね、ちょっとこう街づくりに入ってきた時、こう予測不能な時代だったり、まあ、今回何がうまくいくのかってもう分からない時代にですね、そのアート的なこう鑑賞する感覚というか、そのアートに向き合う時の姿勢がこれからの街づくりと向き合う姿勢となんか合致してるなってちょっと思ったんですね。まあ、その発想とその素になる戻る自分がないと、これからの街づくりって新しい発想って生まれないんじゃないかっていうのがちょっと感じまして、まあそれであればもっともっとこういった機会を増やしていくっていうことが、さっき言ったように我々のデベロッパーだけではなく地域の人たちもそういう目、そういう感覚っていうものを、これから地域プレイヤーが主役になって街づくりをするって私たちは思っているので、そういう形、そういう感覚を持ってもらいたいっていうのを日常的にあったらいいんじゃないかっていうのがちょっと思いまして、それで我々としては民間としてちょっと国家に入って開発をやったっていう、これはちょっと我々の視点というか地域プレイヤーの視点を成長させるためにやるっていうのが一つあります。2つぐらいの視点で考えられるかなと思って、1つはそれが従業員に与える影響っていうのと、もう一つは経済的価値というのかいう部分で考えられるか。一つ目まで、従業員に対する影響というところで考えてみますと、実は私は今 PWC でデータと AI に関するコンサルティングを提供するチームをリードしているんですけれども、昨今の AI の進化というのはものすごく目を見張るものがあります。これまで人間にしかできないと思われていたような創造的活動と呼ぶこともできそうな領域まで AI が担うようになってきたという状況があると思います。ただ AI というのは実は教師データですね。本当の意味で0から1というのを生み出すのはこれは苦手というのが現在の技術的な限界なのかなと思っています。そういったところをこう考えてみますと、これからのビジネスマンに求められるスキルというのがちょっと変わってきている。知識をたくさんこう蓄えて正しく判断することであったりとか、あるいは決められた手順に従ってプロセスを回すって、まあ、こういったことが求められてきたわけですけど、これはもう多分 AI に置き換えられていく。むしろ0から1を生み出していくような、例えば課題を自ら設定していくようなですね、活動ですね。そしてそもそもデータがない分野でどういうデータを取っていってどういう価値を生み出そうか、こういうようなことを発想していく必要があると思っています。これはまさにクリエイターの方、アーティストの方がですね、作品を生み出すときと全く同じ作業なわけでは、こういった体験をですね、いち早く従業員にさせるっていう意味でもすごく意味があるんじゃないかと思います。でもう一つはですね、経済的な価値という部分なんですけれども、アートと呼ばれる分野でも、例えば音楽であったりとか、映画であったり出版というような分野というのは、いわゆるプラットフォーマーというものが存在するので、そこで活動されるクリエイターの皆さんにとってある程度のこう保障といいますかセーフティーネットがあるんですね。ただそれ以外の分野をこう見てみますと、アーティストの方、クリエイターの方、大半は個人事業主という形になっていて、かなりこう自分自身でリスクを背負ってですね、戦っていかなければいけない。そんな中で実は日本というのは本当にコンテンツ大国だと思っております。もちろん今現代のですね、アニメであったりとかいうような日本代表するようなアートの分野もありますし、あるいは昔ながらの伝統とか文化と呼ばれるものもあったりする。本当にこうコンテンツに恵まれている国であって、でさらにこう昨今の円安なんかを考えていった時に、アートというのはですね、もう
人が価値の源泉で、何も外からですね、原材料を輸入しなくても、アイデアだけで生み出すこともできるので、日本経済ということを考えても、このアートというのを支援していかなければいけない。個人でこう、クリエイターの皆さんにリスクを背負わせるんではなくって、まあ、社会的にですね、何らかのこうセーフティネットを設けることによって、日本の持っているこのコンテンツ力っていうのをもっともっと、まあ、生かしていけるので、強いてはそれが日本の経済にも良い影響を与えるんじゃないか、そんなふうに考えています。本当2人のお話には本当にその通りだと思いますし、僕もアートは、まあ、従来の考え方を、まあ、飛び越える力を持っていると思っていて、全く新しい発想でこれまでになかったものを生み出す力がアートだと思っています。それはやっぱり企業は積極的に取り入れることによって、より豊かな社会が作れるんじゃないかなと思っています。街づくりの意図も全く同じでして、表現者にもっと街を開放することによって、そこから空間とか体験を作ることで新たなサービスやアート体験やエンターテインメントなども生まれてくると思うんですね。でそうすると、街側としてはそこに来ないと得られない価値っていうのが生まれると、結果的にまあそれが経済的にもうまく回る、整理するような、そういう仕組みができると思います。でアーティスト側にも、空間とか表現の場所を機会を提供するといった意味でも、どちらにとってもすごくいい話なので、もっと街側はアーティストやクリエイター表現者に空間を体験すること、提供することによって、まあ、新たなものを生み出すような、そんな仕組みを作ることがいいんじゃないかなというふうに思っています。日本の、まあ、強みみたいなものを考えると、やはり歴史があるっていうことがまず一つです。あとそれから豊かな自然があるっていうことかなと思ってます。まあ、そういったものを活用しながら、アーティストが作品作りをすることによって、日本の強みが、ま、さらに増すのかなと。で日本にはその少し、まあ、アニメだったりですとか、多くの神様を信仰したりですとか、少しファンタジーの世界についてもすごく寛容な文化があるので、アーティストとそういうフィクションの世界が結びつくことによって、日本全体がなんか物語になるような、そういうコンテンツなどもどんどん作っていくことによって、すごくなんか特殊なアート体験なども作れるんじゃないかなと思って期待しているところです。それに加えて、アーティストが体験という形で作品を作った場合、従来であれば絵画とか彫刻を作品を販売するという形でマネタイズできていたんですけれども、これからの20年は体験にお客様が参加するという形でのマネタイズに変わってくると思います。例えば街ですとか、さまざまな施設の中でアーティストが作品を作った場合、体験という作品を作った場合、そこもデジタル上のプラットフォームで、そこに参加したお客様が作品の一部の、参加料なのか、作品を共有で持つなのか分かりませんけど、そういった形でアーティスト側に、少し収益を還元するような、そういう仕組みが生まれることによって、ますますこの20年間新たな作品が世の中に、社会とアートというのは結びつけられる、そんな時代になってくるんじゃないかなというふうに思っています。私は街というのを一つのプラットフォームというふうに捉えています。どん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 ですね、こう、住宅が生み出されてですね、開発が進んできて、そんな時代もあったのかなと思うんですが、これから、先の、日本の、未来を少し考えてみると、どうやら人口に関しても、これ以上伸びていく少し難しそうだなっていうところ、気づくところになりますし、あるいはその経済的にもこれまで同様の、非常に大きな伸び幅でこう伸びていくというのは、直近では少し想像するのが難しいのかなという部分も否定できないかなと思いますと。日本の街にいますと、私は大阪生まれなんですけれども、ちょっと緑が少ないなと思って残念に感じることもあります。ただ先日ですね、デベロッパーのお客様から、奥野さん、都市部に緑は増やしたいんだけど
緑を増やすと事業性が悪化するんだよねってですね、お話をされてます。そうですねという話で、何が原因なんだろうと考えた時に、緑みたいなものっていうものに対して多分価格転嫁ができないんですよね。その時に僕がお客様にこういう考え方どうですかとご提案したのが、まさにアートみたいなアプローチでして、国内でも自然とアートが調和したような環境でですね、ビエンナーレ、トリエンナーレを企画されて成功されている例でもたくさんあると思うんですけれども、実はこのアートというものは単体でももちろん価値があるんですけども、そこに自然みたいなものが掛け合わされ、そして人々が求めているこのより豊かな、精神的に豊かな生活ができるというか、これをですね実現していくことが多分これからの日本の都市においても重要になってくるんじゃないか。どんどん、効率を求めていた街が少し立ち止まって、そこに住む人たちが本当に求めているものってなんだっけ、人間らしい暮らしってなんだっけ、そこに立ち戻っていく上で非常にアートというのは重要な役割を果たすんじゃないかなと、そんな風に感じています。私の視点は、そう、なんか鉄道会社っぽいっていうか、庶民的というかそっちの視点になるんですけど、なんか私的にはなんかあんまりこう、ちょっと言ってることと矛盾するかもしれないですけど、あんまり人を呼び込もうっていう感覚が実は街づくりの中であんまりなくてですね、じゃあ何をしてるかというとですね、その地域の日常を徹底的に追求してるだけでして、よく私たちが考えるのはなんかインバウンドを呼ぼうとかで、よく街づくりの時もあるんですけど、インバウンドを呼ぼうといった瞬間面白くなくなるちゃうと思ってまして、徹底的に日常を楽しんだ方がインバウンドが来るってことをやりました。なのでまた、下北の話ばっかりですけど、下北をやった時にはインバウンド一切振らなかったんですけど、インバウンドがもう相当来ますね。そういったところを見るとやっぱり日常を追求してよかったなっていうのがありますの で、我々としてはなんかその今回の文学的アプローチっていうのは何だろう、日常の追求というかいうことがある。で、先ほど杉山さんもおっしゃったように、日本ってものすごくコンテンツもあふれて文化もすごくあり自然もあるので、なんかそこの地域にあったものっていうのは特有なものがあるので、そこをもっともっとしっかりとみんなが知って理解して、それを日常化するっていうのが今必要なんじゃないかなっていうようなことで、そういった今アプローチで今考えているっていう感じですかね。はい。これはちょっと宣伝も兼ねてにはなってしまうんですが、実は今金沢でちょっと街づくりをやってまして、そこは地方銀行さんからちょっと下北の街づくりを見て、ちょっと手伝ってくれないかって言われました。でその目的はですね、金沢の若い人たちをなんか育てたいっていうのはもちろんあるんですが、東京とつながることをやりたいっていうことのオーダーでした。そういった中でちょっとそういった今継続的やってるんですけど、実は今年行く発酵文化芸術祭というものをやります。で、題名が見えないものを感じる旅っていうことでやりまして、そういった都市と地方をどうつないでいくかっていうことのちょっとチャレンジを始めているというところがございます。で、この発酵文化芸術祭っていうのはですね、ちょっと変わってまして、21世紀美術館さんの中でやるのではなくて、もともとできた理由はですね、21世紀美術館ができた理由は、地域に開かれた地域に飛び出すような美術館ってことがテーマだったらしいんですが、それを実現しようということで、21世紀美術館じゃないところのこう発酵の蔵を、味噌蔵、醤油蔵、酒蔵をお借りしながら、そこで文化を体感しながらアーティストとコラボするっていうことで、結構20世紀美術館以外のところのギャラリーっていうか、それをギャラリー化してやるイベントで、かなりこの根っこに入った、こう地方の、そのイベントをちょっとやろうと思ってます。それをきっかけにですね、その地方の人たちの、知るっていうことを、彼らにも、そういう外から来ると、あ、自分たちの文化こんなにいいんだってことも新たな発見もあるので、そういうことをやりながら自分たちを知ってもらいながら、今、まさに今回の名前と同じように街を発酵させようとしてまして、そのプロセスの中で、我々が受けている街づくりに入っていくというようなプロセスをやって、東京と金沢をつなごうというプロジェクトをちょっと今チャレンジを始めようとしています。先月ですね、広い公園を使ってアートイベントを企画させていただいたんですけども、葛西臨海公園という東京都が持っている公園の中で、様々なアーティストさんに
期間限定の圧作品を作ってもらったんですね。でそうするとですね、普段公演に来なかったあのアートとかファッションとかデザインに興味がある若者がすごいたくさん来ていただいたんですね。で結果的にまあその場所のファンになって、あ、葛西臨海公園ってこんなにいい気持ちがいい場所なんだっていうあの声をいただいて、あの帰っていくと。そうするとなんか僕がすごく感じたのがですね、やっぱりアートっていうのはそこの場所に行く目的になるなと。でしかも、普段のまあ魅力がある場所だけれども、まだ知られてないところにそういったきっかけになるような要素を加えることによって、それをきっかけに来ていただく、でそれがいいサイクルで回っていくようなものにアートはなるんじゃないかなと思ってます。でそれをまあ地方ですとか、さまざまな日本には魅力のあるあの場所がたくさんありますので、アートの力を借りることによって、さらにその場所の魅力を、発信するような可能性はすごくあるんじゃないかなと思ってますし、なんかアーティストとも今回話を随分したときに感じたのは、やっぱりホワイトキューブの美術館とギャラリーの中で作品を作るのと全く違って面白いって言ってくれたんですよ。あのそこの環境に合わせて、そこの空間に合わせて、まあ、当然制約もあるんですけれども、場所の持っているまあ歴史を踏まえて作るので、場所とのコラボレーションになるんですよね、作品が。なんかそれはなんか作家にとってもなんか自分のなんか新たな面をなんか呼び起こすきっかけになったっていうふうにおっしゃってくださって、すごくなんかいい機会を作ることができたなと思ったので、なんかまあ地方といったところですごい広いですけれども、まだ日本に多くの魅力のある場所があって、そこにまだ都心の人たちで知らない人たちがたくさんいるので、まあ、これからなんかそういうアーティストに場所を使ってもらって開放することによって、日本の魅力アップすることができるんじゃないかなというふうにすごく思います。可能性を感じます。やはり都市部と、地方で、まあ、全く同じものをインストールするというのは難しいんだろうなっていうのは正直な感想ですと。で、あの経済的な観点に立ってしまうと、やはりその都市と地方ですと圧倒的に都市の方がリソースという面ではもう、恵まれていると、経済圏も大きいですと、その地域に住む方、訪れる方の、まあ消費される金額も大きいですと、その中でですね、ある程度こう閉じて考えれば、まあ、経済が回ってしまうというわけですね。ところが地方はそうはいかない。ただあのアートという観点で考えると、必ずしも都市の方がリソース面で恵まれているとは言えないんじゃないかなと思っていて、あの地方部の方がより、まあ先ほど杉谷さんもおっしゃってらっしゃいましたけど、まあ大きな空間みたいなところをですね、しかも比較的こう安価に活用できるというところで言うと、あのアーティストにとっては必ずしも都市の方がリソースが豊かとは言えないんじゃないか。でこういう違いみたいなものを意識した上で、これをどうコネクトするか、まあ、私の専門であるデジタルなんかまさにそのための一つの手段だと思いますけれども、これがとっても大事なんだろうなと思っています。私、まちづくりって発酵の過程とすごく似てるなとちょっと思ってまして、で発酵って、人間にいいものを発酵って呼んで、人間の悪いもの腐敗っていうので同じプロセスではあるんですけど、なんか菌と菌が混ざって、まあ、そこが温度管理でまた違う菌が出てきて、それがなんか最終的に美味しいお酒になる。それをなんか当時が一生懸命温度管理してるっていうのが、なんか町と一緒なような気がしてまして、なんかアートとかっていうのはそこの一つのアクセントで、それ入れるとまた味が変わるっていうもののプロセスのような気がしてて、まあ、なんかそれが今回の金沢の発酵文化芸術祭っていうのはちょっと思いを込めてるんですけど。言語がすごいですね。発酵っていうのは本当にあのおっしゃる通りだなと思います。私実はワインがとっても好きなんですけど、ワインってあの、ね、できたばっかりの時も美味しいですし、あの熟成した後も美味しいんですけど、多分あのデベロッパーの皆さんが街づくりするというのは、もうある程度自分たちで発酵させて、最後ボンとボトルに詰めて、あとはこう寝かせるところもあると思うんですけど、そこからこうどう熟成していくかみたいなのはすごく面白いで、ただやっぱり良いワインは長く熟成しますし、そうじゃないワインはすぐに飲み頃を超えてしまうんですけど、最初のこう仕込みというのか、
なんか方向性みたいなものっていうのはすごく大事だし、でもそうですね、出来たての街の美しさもありますけれど、まだ時を経た美しさもあって、でその時間だけがこう別に立てばいいっていうわけじゃないです。これ多分人間のいろんな活動がこう重なることで、まあ、日本なんて本当の自然景観なんてほとんどなくって、基本的には人文景観でこう、ね、自然と人の活動がこう織りなしていく中でこう景観も作られます。大阪万博の1個パビリオンをやらせていただいてるんですけど、はい、テーマ事業館の命の証っていうパビリオンなんですけど、どういう建築を作ろうかってすごくこの数年間考えた結果、半年間で壊されてしまうものを新築で作るのはやめて、万博会場はピカピカの新しい会場なんですけど、そこに奈良の山奥で廃校になった古い校舎を移築してくるんですよ。よっぽど手間もかかるけど、よっぽどまあ大変なんですけど、やっぱり古く記憶を持ったものをそのまま移築することが今の時代にとって重要なんじゃないかなと思ったんで、あえてですね、今のお話の続きですけども、なんかまあ人々がやってきたもの、その柱には子供が書いた落書きとか全部残ってるわけですよ。それをもう一個一個プラモデルみたいに番号を変えて今解体をして、で実は奈良の山奥の十津川っていうとこから譲り受けた校舎と、京都の福知山で廃校になった古い校舎を2つ譲り受けて、まあ、ファッションと一緒ですね、アップサイクルするんですよ。建物を半分切ってガッチャンコして、こっちからこっちで建物が変わってるんですよ。ガラスで囲って、でも全て建材は昔のものを使っていて、新しいんだけど入るとちょっと懐かしいんですね。なんかそういうなんか記憶を引き継いだ新たな、なんか街づくりみたいなものはなんかしてきたなというふうに思いますけどね。蔵とかって金が蔵にいるので、味を保つためにはそのまま移築しないと味が、金ごと持っていかないといけないんですよ。面白いですね。そうなんですよ、はい、違ってきてるからね、はい、なのでそこに、まあ、家も各家も味噌とかっていう菌があるので、味噌の味っていうのはある。だから家を変えると変わっちゃうので、だからそういうのも今回ちょっ と,、金沢の芸術をやるんですけど、まあ、そうするとなんか物を大事にしたり、あこれただ壊して、木造はやめちゃうっていうよりは、ここには菌がいて、それが自分の腸内にもいるわけなんで、まあ、それでずっと体調を管理してるっていうのと、なんか愛おしく見えてくるわけですね。はい、今の話なんかはすごくよくて、そこになんか菌がいたらいいなと思って、でも学校のね、子どもたちの思いとあれが入ってるようなイメージだと、みんな多分想像してくるので、だからそれを想像させるパビリオンいいなと、今すごい行ってみたいなと思いましたね。物の記憶っていうのか、こう物に宿る記憶みたいなのってありますですか？今ゼロから作り出せなくて、時間が閉じ込められているものがやっぱ価値があると思ってるんですけど、なんかそれこそね、 NFT の世界でも一番値段高くなったものって時間を閉じ込めた作品じゃないですか。なんか私ゼロから何か生み出すってことよりも、昔から続けてきた記憶とか価値がここに集積されているものっていうものが価値があるっていうのは、私すごくわかりますよね。街のアートって、そういうのがでも相性がいいのかもしれないですね、ひょっとするとね。それをアートがきっかけでもう一回こうなんか再認識するっていうのがあるんで、アートの力すごいなって。それがないと普通に日常が流れるんですけど、やっぱりそこにアートってものが入れていると、また一回こう違った目で日常を見直すとすると、ああすごいこんな、なんだろう、なんか幸せなこうあれがもうちょっと見えてくるというか、今なんかそういう時代なんじゃないかなっていうので、多分混沌としてる時に結構アートってなんか歴史ってそうなるような気がしたんですけど、はい、なんかコロナを受けて今の世界どうなるのかなって言った時に、なんか今すごくアートがバッと出るのは、なんかみんなが欲してるんじゃないかなっていうか、そういう、いや素晴らしいですね。眼差し高鳴る、肌の鼓動が見えてくる、あなただけの透明感が湧き溢れてくる、まぶたに一筋自分色、
まだ知らない自分美を。陰雲。